背景です。今回はハイレベルな争い、西武の勝ちパターン徹底予想してみたということでですね、今回はライオンズの勝ちパターンについて予想をしていきたいと思います。まあ、オープン戦も終了してもうすぐシーズンが開幕するというところ、まあ、誰がね抑えをやって誰が勝ちパターンを任されるのかっていうところを今回はオープン戦の成績だったりとかを元に考えていきたいと思いますので、もしよかったらぜひ最後までご覧ください。それでは西武の勝ちパターン予想ということでですね、考えていきたいと思います。まずはですね、僕の方で今回勝ちパターンに入るだろうと思われる候補4人を絞ったので、まずはそのピッチャーたちとオープン戦の成績っていうところを見ていきたいと思います。それが以下の通りです。マスラ投手、甲斐野投手、本田投手、アブレイユ投手ですね。まあ、おそらくこの4人が僕は勝ちパターンを任されることになるんじゃないかなというふうに考えております。まずは本田投手、甲斐野投手についてなんですけれども、オープン戦でのパフォーマンスっていうところが非常にこの2人は高いんですよね。まあ、2人のね成績スタッツを見てもらうと分かるんですけど、まあ、甲斐野投手と防御率は高くなってしまってるんですが、まあ、本田投手に関しては 0.00 だし、まあ、奪三振率っていうところは2人とも、まあ、10点台ということになっております。で、四死球率もね、まあ、2人ともほとんど四死球を出していないというところと、まあ、こういったね内容面を見るとやはりこの2人は、まあ、間違いなく勝ちパターンには入ってくる2人かなというふうに思いますね。で、甲斐野投手に関してはね、まあ、ソフトバンク時代にも、まあ、一時抑えを任されたりだとか、まあ、セットアップは任されたりだとかっていう実績もありますので、まあ、申し分ないんじゃないかなというふうに思います。はい、続いてはアブレイユ投手についてなんですけど、まあ、アブレイユ投手もねそれなりにこうオープン戦いい成績を残してきたっていうところと、まあ、特にこのオープン戦の終盤にかけてですね、非常にねピッチング内容が良くなってきました。まあ、最初の方はねやはりこうまだ日本が寒かったっていうところとか、まあ、日本のボールに慣れてなかったっていうところもあって、まあ、結構ね四死球で余計なランナーを出してしまうケースっていうところが多かったんですけど、まあ、そういったね四死球っていうところがこの終盤にかけて非常に減ってきたというところがあります。で、あとは MLB の方でも、まあ、昨シーズン60イニング近く投げたっていうところと、まあ、三振もそれなりに取れたっていうところもあるんで、まあ、そういったところを考えても彼もね僕は随分セットアッパーだったりとか勝ちパターンっていうところに食い込んでくる選手なんじゃないかなというふうに思います。はい、続いてはマスラ投手ですね。まあ、これを見ている皆さんもね、なんでマスラが入っているんだっていうふうに思っている方も、まあ、多いんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、まあ、マスラ投手は抑え限定っていうところ、多分セットアッパーを任されることはないかなというふうには思うんですけれども、まあ、抑え限定で入ってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、経験豊富っていうところと、まあ、抑えってやっぱ本当に経験がものを言うポジションかなっていうふうに、まあ、僕も思うんですよね。まあ、非常にこうね試合の最後を任されるっていうのは、まあ、選手たちにとってもプレッシャーがかかることなので、まあ、そういうプレッシャーにやっぱ慣れているのはもう間違いなくマスラ投手というところなんで、この候補の中に入ってくるんじゃないかなというふうに思います。で、昨シーズンはね、まあ、一時ちょっと勝ちパターンを担ったマメラ投手、佐藤俊介投手ってところも、まあ、当然候補には入ってくるかもしれないんだけれども、まあ、僕的にはちょっとオープン戦でのアピールがちょっと足りなかったんじゃないかなっていうふうに思ったので、まあ、開幕から勝ちパ入りっていうところはないかなというふうに思います。まあ、もしかしたらシーズンやっていく中で例えば今挙げたメンバーの調子が悪くなったりだとか、まあ、マメラと佐藤投手の方が全然こうパフォーマンスがいいですっていうふうになったら、まあ、勝ちパターンに入ってくる可能性はあるんだけれども、まあ、現時点ではねまだまだちょっとこのメンバーの方が今は評価高いかなっていうふうに思ったんで、今回はこの2人は外しております。で、あとは水上投手も、まあ、過去最優秀中継ぎを取ったりだとかそういう実績だったりとか経験っていうのはあるんですけど、まあ、もちろんねオープン戦もねそんなに悪くはなかったんですけど、まあ、スピードもなかなかやっぱ出ないピッチャーですし、まあ、あまり三振も取れないっていうところを考えると、まあ、この中のメンバーの中だとちょっと見劣りするかなっていうところはあるんで、まあ、現段階では僕的な勝ちパターンには入らないかなというところで、今回候補から外させていただきました。ではですね、ここからは、まあ、この4人をねどういうふうに使っていくのかってところを話していきたいと思うんですけれども、まあ、おそらくね松井稼頭央監督とかも、まあ、かねてから言ってると思うんですけど、まあ、もちろん固定していくこともあるけれども、まあ、基本的にはね複数パターンを考えてやっていくってことを言ってたと思います。で、その中で僕の中で考えられるパターンターンをねちょっと3つ出しましたので、まあ、こういった運用していくんじゃないかなっていうところをちょっと話していきたいと思います。そのパターンの3つが、まあ、以下の通りになっております。まあ、まずパターン1がですね、7回本田投手、カーブレイユ投手で8回甲斐野投手、9回マスラ投手というパターンですね。
で、まずこのパターン1についてちょっと話していきたいと思うんですけど、まあ、それはですね、まず1個目として増田投手を抑えに入れるパターンになっております。で、これはまあ点差がある程度ついている場面ですね。まあ、セーブシチュエーションにもいろいろあって、まあ、1点差、2点差、3点差っていうのがあると思うんですけど、これはまあ基本的に3点差とかの場面で想定されるパターンの一つかなというふうに思います。やっぱり増田投手をちょっと1点差とか2点差で出すっていうのは結構怖いっていうのもあるし、まあ、確実性確率を考えてもやっぱりね、失点をする可能性はこの中ではどうしても高いので、まあ、そうなってくるとやっぱ他のピッチャーを抑えに任せたいところがあるんですけど、まあ、3点差だったらね、まあ、マサラ投手でもいいのかなっていうところですね。で、それなんでなのかっていうと、やっぱマサラ投手200セーブ達成っていうところが、まあ、結構目前に迫ってきていて、まあ、大人の事情って言ったらあれですけれども、まあ、球団の事情としておそらくマサラ投手の200セーブってところは多分後押ししたい部分があると思うんですよね。まあ、グッズだったりとかね、そういった売り上げを考えたとしても、やっぱり増田投手が200セーブを達成してほしいと思いは、まあ、球団にはあると思いますので、まあ、そこを考えると、まあ、3点差の場面で増田投手の抑えを任せていくっていうところ、そこは全然あるんじゃないかなというふうに思います。で、増田投手は正直もう実力的には、まあ、1軍クラスっていうふうにやっぱ言い難いんですよね。まあ、球速もなかなか150キロ出ないし、まあ、各変化球でやっぱり空振りを取ることもなかなか出てきてないっていうところがあって、まあ、正直言って一軍クラスとは言い難いんですけど、まあ、経験は豊富ですし、やっぱり経験で置いてるってことは、まあ、抑えで起用しないとあんまり意味がないんですよね。まあ、当然セットアッパーは難しいし、まあ、別に敗戦処理で増田投手投げさせるぐらいだったら、まあ、他のピッチャーでもいいだろうっていうところになるので、抑えで起用していかないと彼を入れた意味がなくなってしまうので、まあ、そこを考えても増田投手を抑えっていうパターンはまず一つとしてあるかなというふうに思います。なので、これをメインっていうふうには正直考えにくいし、まっきり言って200セーブしてからもうこのパターン一切使われない可能性もあるんですけど、まあ、オプションの一つではあるかなっていうところで、まずこれがパターン1になります。はい、続いてがパターン2、パターン3なんですけど、まあ、これはね、そんなに大きくは変わりません。まあ、パターン2に関しては7回本田投手、8回甲斐野投手、9回アブレイユ投手。で、パターン3に関してはこの8回と9回アブレイユ投手と甲斐野投手を入れ替えた形ということになっております。で、この2と3に関しては、まあ、実力重視のオーソドックスなパターンということですね。やっぱりこの3人は、まあ、実力的にもね、十分セットアッパーを任せられるっていうところで、まあ、この3人をメインというふうにしました。で、まあ、オープン戦の終盤を見ていくと、やっぱり甲斐野投手はブレイユ投手を9回に起用しているっていうところがあるので、おそらく首脳陣の選択肢の一つとしては、まあ、この甲斐野投手を抑え、アブレイユ投手を抑えっていうのは全然あると思うんですよね。なので、この2人を抑えで起用される可能性高いかなというふうに考えております。まあ、本田投手を抑えっていうケースはまあほとんどないですし、まあ、去年もね、めちゃめちゃ活躍したかっていうとそういうわけではないんで、まあ、そういった部分を考えても本田投手はとりあえず7回かなというところですね。で、この8回甲斐野投手、9回アブレイユ投手、まあ、あるいは8回アブレイユ投手、9回甲斐野投手っていうのをどういうふうにこう使い分けていくのかっていうところを考えていくと、まあ、そこは打順だったりとか試合の流れを見ていきながら入れ替えながら起用していくっていう形がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、辻政権の時も一時、まあ、平投手を抑え、増田投手8回っていうパターンだったりとか、まあ、逆にちょっとね、平投手を、まあ、7回持ってきて水上投手後にっていうのを結構打順とかを見ていきながら柔軟に起用していたパターンがあったと思うので、まあ、そういったような形になっていくんじゃないかなというふうには思いますね。で、基本的に、まあ、増田投手次第ではあるんですけど、1点差だったりとか2点差の場合っていうのがこのパターン2、パターン3っていうところ、やっぱ僅差の場面でね、もうとにかく点を1点もやれないっていう時には、まあ、こういう実力重視の、まあ、勝ちパターンっていうところを使っていく可能性が高いんじゃないかなというふうに考えております。まあ、これはね、あくまで僕の予想になりますので、まあ、皆さんの中でもね、いろいろ意見考えがあると思いますので、そういったことはぜひコメント欄の方に書いていただけたら嬉しいですし、まあ、非常にね、こう新たな顔ぶれが多いので、ブルペンに関しては、まあ、そういった新戦力の選手たち、まあ、ブレイユ投手も甲斐野投手も、あとはヤン投手もそうですし、まあ、本田圭佑投手もね、正直ここまでやるかっていうふうに思っていたので、今年どれくらいやってくれるのか非常に楽しみな部分ありますので、まあ、そういうね、新メンバーがどんな活躍をしてくれるのかっていうところを注目して見ていきたいと思います。以上です。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察、解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。Twitter も毎日更新しておりますので、概要欄の方からチェックしてみてください。ありがとうございました。